どうも、おはこんばんにちは、オビドアです。バイオショック2プレイ再開していきたいと思います。ここどこ、エディって出ているけど、俺こっから来たんだよね、確か。マップ確認しようぜ。やはりあっちでいいんだ。あっちでいいのか、オッケーオッケー。あ、ならばいいんだ、ならばいいんだ。早速迷ったかと思う。さて、前回から強制終了がひどかったので、ちょっと調べたら、まあちょっとね、ゲームのデータいじくったら強制終了しなくなるよみたいなのをやってみたんだけど、まだ試してないからよくわかんないんでね、いじってはみたけど、もしちょっと強制終了するようだったらごめんね。つなげるけどさ。例えば今回はあれなんだよね、銃と一緒にプラズミドというか技も出せるんだよ。前作だと片手しか画面に出なかったんだよね。言い方がおかしいけど、要は銃と一緒にこの左側の手は出なかったんだよ。一つずつしか、順番にしか使えなかったんだよね。なのでちょっとリロードの仕方がいまいちわからないんだ。プラスミドのイブの回復ですね、厳密には。これ何や、ハッキングガン。あー、やっぱあるのか、ハッキング。どういうこと、下つ拾う。本当にこれは何、ほほ。で、相変わらずイブの回復の仕方がちょっと知りたいんだけど、わからないな。何かあるはずなんだけど、こっちはリロードだしな。何かボタンを忘れているんだろう、きっと。しかしハック通路手に入れたけど、どうすればいいんだこれで。ああ、そういうことか、ここかな。そうではない。これで半無限にできるのか。あ、そこか。機械のハッキングを開始します。針が緑の位置にあるときに F を押して針を停止させてください。失敗すると感電してしまいます。大丈夫なのか俺。ああ、これね、なるほどね。どういうこと。ハッキングの結果、セキュリティドアが開いた。前作で簡単だったよね、だよね、ハッキング。っていうか、簡単だったっていうか、あれだね、前作だと結構プラスミドで強化してたんだ。いいで。違う、これじゃない。これか。青だとどういうこと？やってみよう。ハッキングされた警備ポットは味方となり敵を攻撃します。ブルーボーナスでハッキング成功するとポットの風量が増します。おお、そりゃいいや。全くでも序盤大活躍だったボット、頑張ってほしいところだ。私たちは生まれ変わるかな、我らは生まれ変わる。うん、敵がいるな。開けた場所だから、ここに出たらバトルになる的なあれだろうな。どこにやがる。おっと、どういうこっちゃ。来ているな、ボットが頑張ってくれるだろう。ボットがあんまり役に立っていない件に関して、よし、いい音だ。しかし今回はレンチに取り替えなくても殴りができるのがいいよね。あ、そういえばこれね、回復するやつなんだけど、前作だとこれを壊すとファーストエイドキットが出たんだ。どうなんだ、やったね、有効活用していこう。ただ今作まだ、前回だとプラズミドで回復量強化っていうのができたんで、それを使うと、まあ、プラズミドというか、ファーストエイドを使うと、まあ、確実に HP が全回復する、みたいな感じだったんだよね。なので、今の状態で回復すると、このぐらいの HP だったら全回するのかな？ただ、HP を強化したら回復できなくなる可能性がある。全部はね。あの機械だと、お金を払って回復すると確実に全部回復、っていう状態なんだ。そういえば、ここ、そういえば前作はこのスタートボタンを押すと、そのステージにいる、
トルシスターズの数が分かったんだけど、今作でそれがあるかどうかが分からないな。かなり有用だった。おっと大丈夫なのか、なんだこれは。I know you. That symbol on your hand marks you a dead man. 10 years, Subject Delta, since I watched you put a gun to your head and pull the trigger. But take heart. Out of your pain, paradise was born. I don't know how you survive. もう一度死ねとおっしゃる。そんなクリリンみたいな展開はやめてくれ。誰？おう、前回もあったよ、こういう展開。It is Sophia Lamb. She has found you. そうだね。どうすればいいんだい、俺は。誰かが来ている。なんだ、戦いになっているな。どういうことだ。やばい、タイプだ。しまった、どうやって出るんだここから。ああ、イベントだったのかな。別に攻撃していなくても、というか回復していなくても知らなかったかな、もしかしたら。くそ、俺のファーストエイドキットが。死体から戦利品を取得しましょう。了解だ、了解だが、死体なんてなくないか。とりあえず進もうぜ。アイテム、アイテム。例えばこの水中にいるときって格闘とかできないんだよな。襲われないのかな、水中にいるときって。 Now you know of the enemy we share, Sophia Lamb. The camera in your helmet allows me to watch through your eyes and help you to fight her. さようか。またウサギの仮面かぶった変態たちが出てくるのだろうか。前作でいたんだよね、フーディーニってやつらが。まああれだね、テレポートしたり魔法みたいなことを使ってくるんだけど、まあ要はプラズミドの効果なんだろうね、彼らの。うん、怪しいな。融合体制、まあ、あと変なオーカルト集団が出てくるのか。やめてほしいな。Careful. Security cameras belong to Lamb. But if you are clever, they can be made to serve you. どういうことでしょうね。相手の警告。そういうことね。通常の人に見える。まあああいうびっくりなんだろうけど。放置しとこうかな。まだいるってことだよね。まあ月に打ち合ってくれればいいさ。高みの見物さ、見物はしていないけど。うん、組み替え型のシリーズ、どういうことだ。ビッグダディとかのってこと。ビッグダディってそもそも中に人確かいたような絵者があったな、前回でも。中に人がいるって、まあそれは潜水服っぽいからな。ロボットではないみたいだよ、とりあえず。普通のスプライサーが中に入ってるのかな、どうなんだろう。スプライサーって言うとおかしいけど、まあ要はなんかビッグダディ用に改造された人が入ってるのかな。前作でビッグダディ工場みたいなところがあったんだよね。ビッグダディ工場というか装備を作っているところかな。あと人体実験をやっているようなね、感じのところがあったんだ。とりあえず通常の人ではないみたいだよ。スプライサーなのかどうかも微妙なところだけど、お、今回も解除装置があるのか。とりあえずアイテムを拾ってから進まないとな。全然アイテム的には今のところ余裕なんだけどね。うん、あちらにもスプライサーがいる。ただ現時点ではいけないか。あ、ここでこれを取ってからいけってことかな。イベントか。Father, it's me, Eleanor.
I know you're awake in there. I can feel it. どういうことだ？というか、あ、そうか、10年も経っているか、成長しているのか。しかし、エレノアは、あの子か、あの子でも助けられたんじゃないのか、前作の主人公に。どうなんだろう。テレキネシス、やったね。これすごい有用なんだよね、アイテムとか取るのに。思考の力で敵や物を自由に持ち上げて、投げつけることができます。それ以上に何が知りたいですか？ここそう。ああ、やっぱり今回もね、これがないと始まらないよな。このちょっとしたムービーが大好きです。まあ、これでこういうものとかを取ることができるってことだよね。何これ、中に何か入ってるぞ、ホタルか。ここで開けるってことだね。ちょっと待てよ。ユーモ。何かアイテムはないんだろうか。とりあえずチェンジできるか。アイテム取るのには有効なんだけど、通常に使用する分にはほとんど役に立たないんだよね。言い方が悪いけど。She knows the way。なるほど、このためだったのか。くそ、あいつが目の前に来やがった。今回はまあちゃんとなんか使用するところが用意されてるな。これで終わりか。エレクトロボルトに変えておこう。アイテムは？さすがに取れるか。しかし今作でも序盤は結構きついな。敵の攻撃にだけちょっとでも当たるとすぐ HP がガリガリ減っていく感じだ。これで難易度高くないんだぜ。ドルがどんどん溜まっていくな。大丈夫なのか。前作だと確か最大で400ドルだか500ドルかなんかそのぐらいしか持てなかったんだよね。なのでそこら辺がちょっと気になるかな。それどういうことなんだ。これか。おお、なんか発射されてるぞ。肉の缶詰。バグっていることだけは理解した。さてこのまま前進していけばいいんだな。こちらに売ってるところがあるぞ。ここら辺だな。よし、か。一番怖いのが能力とか取り逃すことだよな。もう少し探索した方がいいのだろうか。というかそもそもこっちが探索になってるか。すでにしかしリベットいくつまで持てるんだ。さっきから結構持ってるのに最大値に達していないな。こちらから来ているか。声は聞いたんだが。Rapture is no miracle. It is a product of reason. Impossible unless one and one are two. And A equates to A. And yet, alone, each man is a prisoner to bias. Dream, delusion.しかし今回は字幕が消えないから本当に見やすいぜ。前作だとちょっとね問題があって字幕が途中で消えるようになってたんだ。それでストーリーがちょっとわからない場所があったんだよね。
そしてとりあえず今のところは身の飛びセーブしとくか。そういえば思い出したから、今のところはね、今のところは特にバグも何もなく進行しているんだけど。おお、どこから来るんだ。ソフィア・ラム is using the splicers against you。 ベイのドアを開けろ。Most big daddies are like her slaves, guarding the little ones。 あれか、ベンチっぽいな。そういうことか。なるほど。 I know of your bond with Eleanor Delta. To save yourself, you will come for her.But Eleanor has a destiny, one you cannot share. There is no place for you in paradise. おほ、いろいろと言われていますが、ハクのみ、ハクダツ。ユベット、ああ、60なんだね。ハク。ブルボン先にすると無料の商品がオートされる。やったね。取れないぞ。よし、 OK。 缶詰持ってるぞ。あんまり安くならないな。あ、そうか、でも前作だと俺安くなる道具みたいなの持ってたんだ確か。とりあえず買っとこう。所持数 5？ 前作だと9だったのに。そんなバカな、やばいぞ。 HP を大量に消費するほど下手なこの俺が5個で生き残れるのか、大丈夫なのか。おそらくダメ。でも頑張るよ。こっちには行ってないかな。とりあえず調べておこうぜ。 In ethical psychiatry, we must account for the role of evolution. Depression, fits of panic, sexual pathos. あ、そうか、もう最低だもんな。そういえば全く関係ないけど、前作だと武器の強化をするステーションがあるんだけど、使い切りなんでね、一回だけどの武器かを選択して一度だけ強化するみたいな感じなんだ。それで今回もあるのかな、ああいう形式なのだろうか。だとしたら見落とさないように気をつけないとな。前作全部の武器強化できなかったから、おそらく何か見落としてるんだよね。ただ大体はやりたかった強化は、おいおいおい、大体やりたかった強化が前作でやったんだけどね。あいつは、ああ、はいはい、すいません、行きます行きます。道具取ってからな。アスピリン。そういえば、ああ、そっか、ほらエレノアさんって、あ、でも記憶に出てるからな、どうなんだろう。ほらエレノアさんって時間経ってるじゃないですか。成長してるならあのぐらいなんじゃね、大きさで。あれちょっとリトルシスターズ似てるじゃないですか、装備が。もしかしたらエレノアさんなんじゃないかなっていうふうに思ってます。数が多くない？やばい、やられる。さすがのビッグダディでもこの数には、この数はきついな。あそこに回復ステーションが回復される。前作でもこいつらね、回復ステーションとか使用してくるんだよね。やばい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 。なるほど、あれを使ってればよかったのか。気づかなかったぜ。あれを使ってれば多分結構簡単にいけたんじゃないだろうか。まだいる。よし、リロード。とりあえず道具は確実に取っていかないとな。で、これ破壊。 OK。 おっと、あー、ゲームの仕様だから無理なんだ、諦めてくれ。多いな。
あのままドリルであいつらを無双してもよかったんだが。Now, here is what the children tell me. You are a very old Big Daddy, bonded for life to a single little one.でもビッグダディたちってここから出ても生きられるの？普通の世界で。だって体とか改造されてるよ。前作のものを見るに。She is kept at Fontaine Futuristics on the other side of the city. You must go there and save her before it is too late. ああ、エレノアってこの子の。実の娘さんじゃないってことかな。ファザーって呼んでたけどね。あの大きいリトルシスターズだと思うんだけどね。大きいリトルシスターズっておかしいよな、言葉が。こんにちは。あ、どうも。あ、そうか、閉まってるのか。このためにいたんですね。わかります。罠か。トラップリペットあなたに向けては発射されません。どういうことじゃ。ご主人は何が手に入れた？これ。か？あれのこと？あれが俺に向かって発射されないってこと？あ、これか、トラップリペット。お、特殊な弾薬手に入れました。押すと、弾薬の種類変更できる。前作でもあったな、これか、トラップリペット。すげえ、取り替えがスムーズだ。前作だとかなり時間がかかったんだよね。あれはあれで面白かったんだけどな。これいいの？あ、取れるのね。多分敵が設置したやつというか元々あったやつだから、取らなかったらあそこ普通に通ったら落とされるよね。多分俺に向かって撃たれるよね。撃たれるっておかしいな。発射されるか。全く何をてんばっているんだ俺は。おっと、何もないの。それは取った後だからな。それなりに溜まってるな。ただ本作はどうなのかわからないんだけど、前作だとお金って基本的に弾薬買う専用のものだったんだよね。うむ、リベットペットはまあまだまだあるからそこまでいらないかな。剥奪。しかし今回ハックに制限があるんだね。そうか、でもハックに制限があるっていうよりは遠くにあるものをハックするためにこれが必要なんだよね。ペットガン、ペットガンじゃない、ハックツール。これ以外のところは普通にこう近づいてハックができる感じか。おお、またなんか嫌がるぜ。ヒロドット、あれ後ろからドリルで掘ってもよかったんじゃないのか。よし、こういうトラップ系はもしビッグダディ戦になったら使えるんじゃないか。ダホン、こんにちは。あ、エレノさんじゃないや。結構リトルシスターズいるな。どうなっているんだ。新しいシスター。I have returned to rescue them. If I do not, more children will die for my sins. And the rapture nightmare. そうか、やはり戻ってきたのか。一回脱出してるんだよね、この人。Citizens of Rapture. This is Subject Delta. Behind that mask hides an enemy of the people. Without soul or sympathy. It is a beast apart. And as family.We must tear out its jaw and drive it back into the sea. なるほど。これで俺が襲われるようになるのか。もともと襲われてるけどな。OK。戦うならば狭い場所がいいのだが。間違えた。舐めるんじゃない。
リルを食らう準備はいいかって 銃撃ってるけどさ、俺思うようにできないな、こんな感じか。上がってきな。アイテムアイテムアイテム、おっと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 、おう、おっ、リロード。とりあえずはこれで一旦終了か。Thank you. Now I must leave you. But I am sorry for this. But there are others I must help before the city drowns. This man Sinclair, he is an ally. But we'll guide you to Eleanor. 確かここら辺に回復用のアイテムがあったんではなかったか。Goodbye, Herr Delta. And good luck. さあ、よか。Well, look at you. あれ？ Bona fide knight in armor, complete with iron horse.The name's Augustus Sinclair Sport, Esquire. Old Tannenbaum and I share an interest in the old Fontaine building. The very same place. You'll find it in your land. I think you and I can do business. Take the train to Ryan Amusements. I'll see you shortly. Oh. 一体何が起きているというんだ。さて、といったところですが、今回はここまで。次回はこのままストーリーを進行していきたいと思います。では、また次回。ボビドアでした。